回のミリチャンネルのゲストは、多くの国で戦車部隊の基礎となった、ウィッカー・ロクトン戦車さんです。こんにちは、ロクトン戦車です。よろしゅうお願いします。よろしくお願いします。それでは、最初に、ロクトン戦車さんの生まれになった経緯についてお話しいただけますか？1928年、ウィッカース・アームストロング社は、自主開発によって新しい戦車を完成させた。当時としては新機軸イエルアイデアや機構を盛り込んだ設計であった。イギリス陸軍には採用されへんかったけど、その後の10年間に、量産の国に輸出された。特に第一次世界大戦当時の旧式軽戦車であるルノー FT-17 や、ビッカース、カーデン、ロイド豆戦車で戦車部隊の創設を始めた国が、次により本格的な戦車の装備を目指す際、更新機材として、6トン戦車は手頃な存在あった。それでは、次に、6トン戦車さんの特徴についてお話しいただけますか？サスペンションは特許を取得したボギー式のものであった。コラ4個の小型天輪を一組としてリーフスプリングで喧嘩したボギー式天輪を配置するスタイルで、シンプルな機構ながら追従性は良好で、この後、量産の戦車がこれに習うた。ピッチの5枚マンガン構成の履帯は軽量ながら堅牢で、対応走行距離は3000マイル、約 4800km あった。車内通話装置を備え、後期には短波無線機も装備した。当初から、機銃2丁装備の双砲塔型、砲と機銃を装備の単砲塔型の2種が想定されとり、特に単砲塔型では、砲と機銃が同軸に装備されとって、当時では新機軸やった。また武装補加装備も顧客の要望に従うて変更可能中のもメーカー側のアピールポイントやった。車体はリベット構造で、戦闘室前面、砲塔周囲で最大走行圧 13mm が標準やったが、顧客の注文によっては 17mm までの増圧も選択できた。名称は6トン戦車やったが、装備によって7トンから8トン程度の重量となるのが普通やった。エンジンは、シドレー、DG 社が、1917年に開発した。航空機用水冷直列6気筒ガソリンエンジン、シドレー、ピューマ、最高出力、265HP、1500RPM を元に、空冷4気筒化し、出力を半分に落とした。アームストロング、シドレー、ピューマ、や、せやけど空冷化の代償に加熱が問題となった。それでは、次に、ロクトン戦車さんの各型についてお話しいただけますか？ウィッカース、ロクトン戦車、タイプ、A。オプションの無線機搭載型は、無線機が車体戦闘室内に収められるため、大きな外観上の違いはあらへん。ウィッカース、ロクトン戦車、タイプ、B。ウィッカース、アームストロング社によって開発された、オードナンス、QF。3ポンド、47mm、戦車砲を標準武装とする単砲塔型、シンプルな円錐台形の砲塔は車体左側にオフセットされてる。こちらも砲塔、車体の細部ディテールには、輸出国のニーズに応じて多少の差異がある。オプションで無線機付きもあり、この場合、砲塔後部にバスルが増設されてる。このバスル付き砲塔は、通常のタイプ D の砲塔と構造がやや異なり、天井板と側板との接合部に換気用思われるスリットが設けられてる。ウィッカース、マーク、F、馬力の強化、およびオリジナルのアームストロング、シドレー製空冷エンジンの加熱問題解決のため、ロールス、ロイス、ファントム2水冷6気筒エンジン、120HP を搭載した発展型で単砲塔型、1934年に開発された。もともと空冷直列4気筒エンジンを横に寝かせて搭載しとった。背の低い通常のマーク E のエンジンルームには収まらんと、戦闘室を後方に延長し、その戦闘室左側にエンジンを搭載した。
このため、通常型のマーク E では戦闘室左側にあった砲塔は、右端やや後方に移されてる。マフラーは左側に配置された。車体全部に大きなカバー付きの空気取り入れ口を持つ FT-17 の後継を求め取ったベルギー陸軍に対し提案したけど、試験の結果、戦闘室内が狭うて厚う、空気取り入れ口が標的となる境、採用を拒否された。イギリスの軍備拡充計画の開始で、ブイッカース社がそちらに注力することになったため、試作のみに終わった。ブイッカース、6トン戦車、タイプ、B、マーク、E、後期型。正式な形式名はおそらくノーテ、便宜的に後期型とする。ブイッカース、アームストロング社では、エンジン強化型の蒸気マーク、F を開発したものの、顧客には従来のアームストロング、シドレー、エンジン搭載型が好まれた。ブイッカース、アームストロング社はすでにマーク、F の生産準備を整えとったもんや思われ、1930年代後半に納入された6トン戦車は、マーク、F 規格の車体を持ったマーク、E となった。なお、ブルガリア、タイに納入された型は砲塔が戦闘室左側に戻されてるけど、フィンランドに送られた型は右側にあり、戦闘室左には4人目の乗員の席がある。それでは、最後に、6トン戦車さんのご活躍についてお話しいただけますか？うちはイギリス陸軍には採用されへんかったけど、その後の10年間に、量産の国に輸出された。特に第一次世界大戦当時の旧式軽戦車であるルノー FT-17 や、ビッカース、カーデン、ロイド豆戦車で、戦車部隊の創設を始めた国が、次により本格的な戦車の装備を目指す際、更新機材として、6トン戦車は手頃な存在あった。6トン戦車はソ連、日本、ギリシャ、ポーランド、ボリビア、タイ、フィンランド、ポルトガル、中国、ブルガリアに輸出され、そのうちソ連とポーランドではライセンス生産も行われて独自の発展型も生み出された。輸出先として中小国が多かったために、イギリス国内での生産台数はさほど多うのうて、150両余りと見られる。今回のゲストは、第二次世界大戦においても、なお、数カ国では現役だった6トン戦車さんでした。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったら高評価ボタン、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。